あのサッカー協会の方が、いわゆる代表の親善試合で、点数にかかわらず PK を導入する、まあ、今回のワールドカップの件も受けてというところで新しい動きが出たんですけども、まあ、こうサッカー界全体のところでその新しい取り組みというところでは、カズさんも何かこうそういう取り組みに関して、お考えとかご意見ってあったりしますでしょうか。まあ、準備という部分で言えば、まあ、自分事で申し訳ないんですけど、僕もいつかその自分自身に試合で PK があった時のために、この2年、3年ぐらい練習など必ず PK の練習をしてたんですよね。まあ、それで入るかどうかというのは別にしてもね、まあ、そうやって練習していい準備をしとけば、まあ、本番でやはり落ち着いて蹴れたり、もちろん練習と本番は違うし、やはりワールドカップの大きな舞台で蹴るとなると、またさらに大きなプレッシャーがかかるので、その練習が、ね、どのぐらい生きるかというのは本当に本人次第だと思うんですけど、ただ準備という意味で練習をしておく、そうやって親善試合であっても PK のその感覚をつかんで、プレッシャーを受けとく、そういうことは大事じゃないかなと思います。今代表選手結構メディアに出て、いろいろこう PR といいますか、いろいろこうファンのサポーターに向けても露出がありますけど、まあ、そういう新しい動きもやっぱりこうサッカー界にとっては歓迎すべき点でしょうか、お考えとしては。そうですね、まあ、今どうしてもね、ワールドカップの後でそうやってね、取り上げメディアの、ね、人たちも取り上げやすいんで、ね、出れますけど、まあ、こういうことはもう継続だと思います。少しでもそういう代表選手を中心としてね、 J リーガーも含め、サッカーという部分で、ね、メディアの人に協力してもらってね、約10日間ぐらいこちらで練習されると思うんですけれども、どういうところに重点を置いてであったり、どういうふうに仕上げていきたいというふうに考えていらっしゃいますか。基本的な基礎体力をやはり戻したいなと思います。やっぱシーズン戦ってね、そのシーズンでやはり消耗されていく部分もあったりしてね、シーズン中にできないことっていうのもやっぱり練習の中でありますので、こういうところでしかできない細かなその筋力アップだったりとか、持久力アップだったりとか、そういうものもまあ加えながら、まあ、技術向上できるように、ボールを使った練習も多くやっていきたいなと思います。ただここで10日間やったからってね、本当にシーズン乗り切れるかってそうでもないんで、ね、やはり、ここで基礎を作りながら継続してシーズン中にいいトレーニングできるようにここでまあ準備したいなと。トレーニングのためのまたその準備です、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。富永、ありがとうございました。